念願だった志望大学への入学はとうとう叶わなかった。試験は手応えもあり、間違いなく合格だろうと思っていた。だが自宅に届いたのは不合格を告げるはがきのみ。友人の手元に届いた合格通知と諸々の手続きを進める封筒は俺の手元には届かなかった。その後浪人生活を送ることになり、何度か再チャレンジをするも結局合格できず、両親との約束の年数を過ぎたことでフリーター生活を送ることになった。なんでその大学にこだわったんだ。滑り止めを受けて不本意でも違う大学で学生生活を送ればよかったじゃないか。親戚は皆俺のことをそう言って非難した。確かに大学受験では滑り止めを受け本命に合格しなければそちらに進学する人も大勢いる。だがどうしても俺は行きたかった大学にこだわった。浪人してまで頑張ったのに、それが手に入らないことに耐えられなかったし、その気持ちのまま他大学で4年間過ごせる自信もなかった。もし滑り止めの大学に進んでも、おそらく途中で中退していただろう。そう思って自分の気持ちを落ち着かせるようにした。だが両親は、そんな気持ちを当然理解などしてくれない。大学受験と同じく期限を決められた。自宅での生活は終了。家を追い出された俺は、このままフリーター生活では食べていけないと、30歳で就活活動をすることに。だが社会は俺が想像していたよりずっと厳しかった。いくら履歴書を送っても就職サイトに登録しても、あの時大学から俺の手に合格通知が来なかったのと同様、企業から俺にいい返事が来ることはなかった。運よく面接までこぎつけても、どの面接官も半笑いで、高校から今まで12年間の空白期間のことを聞いてきた。俺は大学受験の時と同様、就活でも惨敗続きだったんだ。そんな中、たった一社だけ契約社員で採用してくれる会社があった。それも1年問題なく勤め上げれば正社員として採用するという話だ。社員には学歴や経験よりも今何ができるかを求めている。最初は契約社員だが、頑張りが認められれば正社員として迎え入れよう。当時の俺からするとそれは夢のような話だった。将来正社員になるんだ。俺は必死に働き、職場に馴染もうとした。また覚えが悪いなりに必死に働く俺を周囲も徐々に評価してくれていた。さらに業務をこなしていく中で、資料作りがうまいということが分かってきた。野村さんの作ってくれた資料、本当に分かりやすいんで、客先でも評判いいんですよ。俺もこの前、そのおかげで受注取れちゃいました。同じ課の先輩社員、といっても年齢で言うと5歳以上も下の社員さん。お礼にとみんな残業している俺に缶コーヒーをくれた。実際に若手の彼らが次々と契約を取ってくるので、うちの課の営業成績は右肩上がりに上昇しているのだ。このままいけば正社員間違いないですよ、
野村さん。一度は諦めかけた正社員の道がうっすらながら見えてきた。何より俺は役に立てている、そう思えるのが嬉しかった。だが社員さんのすべてが俺を歓迎しているわけでも、俺を評価してくれるわけでもなかった。俺より年下だが一流大卒で将来の幹部候補と称されている石田さん。彼は契約社員と俺のことを見下し、毎日雑用を押し付けられてきた。それもどうでもいいような内容の雑務をわざわざ時間がかかる方法でやらせるのだ。毎日毎日そんなことをしていては、当然本来の業務にも支障が出てくる。評判が評判を呼び、先輩社員から頼まれている資料作りはどんどん増えてきている。そんな彼らのために資料のクオリティを落とすわけにもいかない。期限までに間に合わないことも絶対にしたくなかった。あの石田さん、必要な仕事であるのはわかるのですが、私は他にも仕事が溜まっていまして。そう言うと、だったらこの仕事の後にやればいいじゃないか。だいたい仕事を溜め込むなんて社会人失格だよ、石田くん。それに会社から期待されてる俺に逆らったらどうなるか、それくらいもわからないの。そうだな、今の幹部の人らに顔が利くから、あることないこと話したら野村くん正社員になれなくなっちゃうかもね。脅しをかけてきた。そう言われると俺は何もできない。次第に石田さんの抱えている仕事も押し付けられるようになっていった。石田さんは仕事でも私生活でも異常なほどに上下関係に厳しく、ちょっとしたことでも後輩を叱ることで有名だった。何でもバスケの名門と言われる大学にいたらしい。バスケ部は練習以外の部分もそれはそれは厳しかったそうだ。そのため先輩の命令は絶対という考えを持っているのか、飲みの誘いなど断ることは決して許されなかった。そうして俺を含めた後輩は毎週のように石田さんに付き合わされ、過去の自慢話や仕事の愚痴などに付き合わされるように。仮にそれが本当に尊敬できる先輩であれば、まだ納得のできるものだったのかもしれない。だが石田さんは社内の評判とは裏腹にボンミスが多く、何事も判断は遅かった。そのためたびたびトラブルが発生していたが、それらは俺や後輩社員に押し付けられ、それを公衆の面前で罵倒されることすらあったのだ。上役の人たちの評価はわからないが、俺たち部下や後輩からの評判は最悪だった。年上の契約社員で無能で使えない、日々そう吹聴調されていた俺は、その中でも特にミスを押し付けやすかったのだろう。石田さんの俺への扱いは他の社員が同情するほどだ。そういった関係が入社以来ずっと続いていたが、俺は正社員になるべく必死にこらえていた。そんなある日、無茶な量の仕事をやっとの思いで終わらせ、屋上で休憩していた。いつものことではあったのだが、この日言われたことが少々メンタルに来ていた。すると、あまりにも落ち込んだ様子を心配した女性社員が俺に声をかけてくれた。
その女性は社長秘書の長田恵子さん。恵子さんは社長の娘であり、社内屈指の美人と評判の人だ。大学を卒業してしばらくは本部で働いていたようだが、先代の社長秘書が結婚を機に退職したことでその後任に就いた。社内では誰も社長の身内人事と言わないのは、彼女自身の優秀さと決して社長令嬢という立場を鼻にかけない人柄を知っているからだ。野村さん、元気ないですね。何かありましたか？彼女は俺のような契約社員にも壁を作らず話しかけてくれる。この時も同様に尋ねられたが、石田さんのことを言うわけにもいかず、苦笑いを浮かべるしかなかった。彼女の優秀さの中でも、特に察しの良さに関して、社内に右に出るものはなかった。何か言えない事情があると察した恵子さんは、いろいろありますよね。私も落ち込むとここに来るんです。と慰めてくれた。彼女にも何か悩みがあるのだろうか。そうは見えないのだが。よかったらここで時々お話ししませんか？そう言ってくれた。それから屋上を訪れては恵子さんと話す機会が増え、交友を深めていくことに。話せば話すほど彼女の人柄の素晴らしさを知った俺は、徐々に好意を持ち始めていた。そんな折に石田さんから、恵子さんと結婚することになったということを唐突に聞かされた。社内一の美人、それに優秀な彼女は俺にふさわしいと思わないか？石田さんはそのことを胃の一番に俺に自慢したかったようだ。どうやら有名大卒で将来有望だと噂の石田さんを婿に迎えたいという社長の意向でまとまった話らしい。しかし今の時代に親が勝手に結婚相手を決めるなんてありえるだろうか。格式と伝統のある名家というやつは、俺のような庶民、それも最底辺を這いつくばって生きている人間にはよくわからない。そんな時代錯誤な名家は、相手への要求もそれなりに高いということだろう。社長の求める花婿像にも、理想的な社員像にも、石田さんは少々実績が足りなかったようだ。そのため、石田さんが責任者を務める予定の大型のプロジェクトのプレゼンを成功させ、箔をつけて結婚させるという流れらしい。だが実は、社長も幹部たちも知りようのない事実があった。石田さんは大層モテた。というか、いろいろな女性に見境なく手を出すことで一部では有名だったのだ。現在も複数の女性と関係を持っているらしく、もし今回の話がなければ、このままそんな一夫多妻制を継続するつもりだったらしい。だが、社長令嬢との結婚となれば、話は別だ。出世欲が人一倍強い石田さんにとって、いずれ社長になることが確実な今回の話は何としてでもものにしたいようだ。だがそのための障壁は2つ。一つは現在付き合っている女性たちとの関係の清算。もう一つは責任者を任されている大型のプロジェクトの準備だ。このうち女性たちへの別れ話は石田さん本人にしかできない。だがプロジェクトの管理は
かなりの部分を、俺を含めた複数の後輩社員をいいように使ってやらせていたので、実際問題、石田さんがいなくても回る仕事だ。というか、いない方がスムーズに物事は進む。そして俺にプレゼンの資料を作るよう石田さんからのお達しが。いいか、社内発表では幹部や社長も見る資料だぞ。そんな重要な資料を契約社員が作れるだけありがたいと思え。お前にはそれしか取り柄がないんだからな。もしこれがうまくいったら、資料を作ったお前のことは幹部たちにいいように言っておくから。プレゼンの結果が良かったら、すべて自分の手柄にして、失敗したら俺たちにすべてなすりつけるつもりだろう。この人の言葉は信用してはいけないが、とはいえ命令に逆らう権限も自分たちにはなかった。幸いなのは、プレゼン準備のために今までやらされていた無駄な仕事が回ってこなくなったことぐらいか。本番までの間、恵子さんとは何度か話す機会もあったのだが、彼女は明らかに結婚に乗り気ではなかった。うちは古い風習がいっぱい残ってて、父もそこで育ったから、そこから外れたことはしないんです。そして私も今まで父の言うことを全部聞いて育ってきたし、そのおかげで今の私もあるし、今回だけそれに逆らうのも都合がいい話ですしね。気丈に話していたが、徐々に込み上げてくるものがあったのか、結婚ぐらい好きな人としたかったな、と涙をこぼしていた。結婚を控えた花婿と花嫁、石田さんと恵子さん、それぞれがこの結婚をどう捉えているのか、そしてその二人の人間性を身近に見てきた立場の俺には、この結婚を全く祝福できなかった。社内一の美人、それに優秀な彼女は俺にふさわしいと思わないか？石田さんの言葉が思い出される。これほど不釣り合いなカップルも珍しいだろう。俺は恵子さんの涙を見て、ある決心をした。そして、皆さんすいません。ちょっとプレゼンの件でお話があるのですが。俺の計画を聞いた同僚たちは、最初は驚いていたが、次第に乗り気になってきて、面白そうじゃないですか。やりましょう。でも、これをやっちゃうと野村さんは。もちろん責任は僕が取ります。皆さんは知らなかったことにしてもらえれば大丈夫です。では、具体的な内容は、俺が話す当日の計画を皆食い入るように聞いてくる。そして、プレゼン当日。社長や役員が集まる会議に、俺は石田さんの手伝いという形でそばに控えていた。自信満々に俺が作ったプレゼン資料の内容を話す石田さん。スクリーンに映された資料がとあるページまで到達すると、突如として動画が再生された。当然俺が仕込んだものだ。その動画の前半は、今まで俺や同僚たちが石田さんから受けてきた数々の仕打ちをまとめたものだ。なんだこれ、捜査も受け付けないぞ。おい野村、どうなってんだこれ。俺は石田さんの怒声を無視し、社長以下幹部たちの顔を見た。皆驚いているが、石田さんの後輩への言動にドン引きしているのがわかる。
さらに動画は後半に差し掛かり、内容も変わってきた。あの女はお堅くてつまらないからな。結婚後も何人かは囲う予定だ。その方向で気に入っていた女の何人かには話もついてるしな。どんな女も次期社長の愛人ってポジションは欲しいみたいだったぜ。まあ社長って言ってもこんな会社すぐ売り渡して好きなことして暮らすってのもありだよな。なんだっけ、早期リタイアってやつ？スクリーンに表示させられた石田さんの数々の言動に会議場の全員が息を呑む。幹部の中でも物静かなことで知られる専務の太田さんが静かに口を開いた。石田君、これはどういうことかね。静かだが圧がすごい。いえ、資料を作ったのは野村でして、こいつが勝手に。そうか、後輩が勝手にね。動画にもあった通り、ずいぶん後輩たちをこき使っていたようだから、その復讐でもされたのかね。だとしたら君は相当同僚からの人望がないようだ。だいたいあんな動画が相当数残されていること自体異常だと思わんかね。そして恵子さんに対して随分な言い草だったな。私も社長とは長い付き合いで、恵子さんは生まれた時から知っている娘みたいなものなんだよ。そんな恵子さんの結婚相手がまさかこんなクズ男だとはな。普段部下に対しても穏やかに話す太田さんの口調が激しくなっていくのを他の幹部たちは黙って聞いていた。そして社長は静かに目を閉じ腕を組んでいる。石田さんへの怒りを抑えているのか、それとも恵子さんへの贖罪の意識なのか、焦り、戸惑い、そして事情を察し俺に激怒した石田さんは、てめえこんなことしてただで済むと思うなよ、クビにしてやるからな、と怒鳴ってきた。もはやこの会社にはいられないと悟ったのか、体裁を整える気もないらしい。だがそれはこちらも同じだ。俺はそんな石田さんを振り払い、一人の女性も大事にできないあんたみたいなクズを大事にするような会社はこっちから願い下げだ。皆様、今までお世話になりました。と用意していた辞表を叩きつけ、その場を後にした。その後、当然のように石田さんは左遷され、そのまま依願退職という形を取ったようだ。俺はというと、なぜか今回の行動は不問になっていた。だが会社を辞めることにした。いくら許されたとはいえ、あんなことをしてしまったら居場所はないだろうと考えたからだ。そして会議から2週間後、謹慎明けの俺は辞表を再度提出し、今回の非礼を謝罪するため社長室を訪れた。申し訳ございませんでした。俺の謝罪を黙って聞いていた社長は突然食事に誘ってきた。話の続きはうまいオムレツでも食べながらではどうだ。近くにいいレストランがあってね。連れ出された店にはなんと恵子さんがいた。席に着くなり社長が話し出した。この前はよくやってくれたな。おかげで客先でのプレゼンがどうなることか肝を冷やしたよ。社内プレゼン後に本番のプロジェクト提携先でのプレゼンが控えていたのだ。だがあの後
君の同僚たちが会議室にやってきて、君が準備したプレゼンを披露してくれたよ。最初からそちらが本命だったんだな。完璧なプレゼンだった。おかげで万事うまくいって、プロジェクトは無事成功だ。そして何より、娘を救ってくれてありがとう。私はよく知らないまま、最愛の娘をとんでもない男と結婚させるところだったよ。社員たちは皆、君をかばっていたよ。一人で罪をかぶって辞めるつもりだったようだが、君を辞めさせるなら自分たちも辞めると言ってな。君は随分人望があるようだね。社長はさらに続けた。どうだ、もしこの会社に居づらいのなら知り合いの会社を紹介する。君のような人物は我が社には必要なんだ。そこで経験を積んでいずれ戻ってきてほしい。そして今回のことで私もそれなりに反省してね。娘の意思と関係なく、こちらから決めることはもうしないと約束したんだ。そこでだね、娘が自分で将来の相手を決めたいと言ってるんだが、その相手と食事をする機会が欲しいと言っていたんだ。それで君をここに連れてきた。娘をよろしく頼むよ。泣かせたら承知せんからな。社長から頭を下げられ、恵子さんも顔を赤く染めながら頭を下げている。食事が終わると恵子さんから、待ってますねと言われ、連絡先の書いた紙を渡された。それから恵子さんとはよく連絡をする仲になり、今日も二人で食事をする予定だ。正社員になりたい。ただそう思って入った会社で、俺はかけがえのないものをたくさん手に入れた。あの日、大学から合格通知の封筒は届かなかったけど、仲間たちが俺をかばってくれたという事実と、恵子さんがくれたこの連絡先のメモは、そんなものの100万倍重い。まさか将来こうなるなんて、あの時は思いもしなかった。俺の人生はここから再スタートだ。